あるから。マクミランエステートグローニングストーンハウスにて、猫ねは行きます。はい。このスキンええよな、ビッグキャット。もともとね、メグが結構、猫の可愛いスキンが多かったから、それもあって、メグ、買うの好きだったんですけど。ネアにも猫どんどん着てるね。昔からあの白シャツに黒猫のスキンもめっちゃ好きやし、ずっと。あれもずっと使っておりますが。向こうか、OK。で、こっち側の発電機回すか。この辺にあるよな、多分。テキテキテキ。ここもあるかな？あるね。よし。破滅ある？おお、破滅だ。ソウルガードが刺さるかもしれない。嘘。いやっさー。ここに破滅アンドか。なるほど。イエー、怖えー。どうするこれ。くるくる回るべ。こっち行くべ。奥行ったら逃げる場所なくなるから、くるくる回ってこうしよう。あー、くそダメか、うん、ちょっと今のハイズリ早くねって思ったかな。さあさあ、執念で少し溜まったけど、ワンチャンないか、いきなりワンチャンないか。おっ、フックした、構えおじさんがいる。これあるぞ、ワンチャン。おいいきなりもがきから脱出していく。これでしかも昼マス1回じゃん。あっちあちあちのみの能力者です。おっしゃおっしゃ。え、これペンチメント、何、やべ、ナースコールないよな。ナースコールないと信じて俺は回復し続ける。オッケーオッケーオッケー。一回救急箱券。これ何の、これ破滅がまだあんの、あ、破滅がまだあるだけか。不死破滅やった。向こう行った。構えおじさん、ありがとう。わ、やばい、これはまだ救えないな。さすがにね、逃げます、離れます。あ、そっち行くか。じゃあ救助してくれ。でもその間にナイス血族って便利で、不死破滅壊したさもあるが、とりあえず発電機回そう。ここより向こうかな、回したいの。わー、でもそこでやってんか。いえ。いやー、こういう回すか、とりあえず。OK？ やられた。さあ、実際手はあるか？復帰した構え、お父さん。なーい。このまま、復帰した構え、お父さん。やりきりの構えかな。そこ取られる。真ん中見に来るかな、とりあえず。そうやな、やりきりの構えっぽいよな。追ってはくれなさそう。いてやっちまったいやー、戻るねやりきりの構えだわ、これで。今んところまだ破滅が壊れていないということは、この奥とかなんちゃうんかな。この辺見てなかったよね。あ、てか、あそこにあった破滅って壊れたんかな、結局。そういえば。全然別の場所が壊れたんか、破滅って。ちょっとどっちの、どこのトーテムが壊れたか見てなかったんよな。復帰した構えお父さんの近くに一個ピカピカ光ってるトーテムあったんや。あれなんかな、どっちが壊れたか見てないから確認はしたいが、だだただいけない。今はとりあえずここ回すわ。まあそうよな、やりきるよな。で、他のメンバーもそんなに回せてないから、これは結構やりきりの構えが刺さってしまった形。俺もね、結構真ん中ら辺でちょろちょろしちゃったしな。で、あ、ナイス、マジか、そこつけてたんや。あの人がすげえな。結構みんなでちょろちょろしてたと思ったら俺だけでした。あ
れ、こういうやりきったんかな。でけえ。で、俺はここやりきれそうやんね。ここ見に来ないっしょ、このタイミングで。んで、どっちが追われたかな。向こうに走ってったネアが追われたんであれば、ちょっと向こうの頂点を見に行こう。この辺もなさそうやしね。この奥にあるかなと思ったんやけど、大層やからな。さてさて。で、お、来んねや。ナイス。オッケー。オッケー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 。よし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 。あそこかな。あ、追われない。なるほど。いや、来るか。あれ、追われない。とりあえず回すか。よっしゃよっしゃ。オッケー。いいんじゃないですか。で、こう回し続けます。ネアがないってしてんかな。あー、フェリックスに行く。さあどうだ。フェリックスないってそのまま決まるか。あー、まあ、何歳からな。もう行かれるときは一瞬よ。だけど俺はここを回し続ける。怪我もしてるし、俺も回し続けるわ。へこざるを得ないような状況にする。ここと、こういうは治ったやん。これ距離遠いし、ここ見に来てくれればバベチリありそうかな。おお、あの人襲われ、あー、これいかんとあかんけ。救助回してー回してー。元気な方が見つかったよ。戻ってくるかな、立ち回り的に。いやでも遅いよな、このまま。あ、ここの発電機がそこそこ回ってんのね。なるほど。以上入れて、OK、逃げるか。有能か、これ二人で回すか。いや、戻ってきそう、これ、せやね、戻ってくるよね。離れた方がいい。二人一緒にいない方がいい。二人一緒にいたら、これこのまま終わる気がする。で、ボカン言って、フェリックス見つかったから、これ襲われるから、フェリックスがなんとか稼いでくれてる間にちょっと起こす。いやんね、襲われるよね。やべ、ギリギリや。ちょっと。危ねえ。はい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 。で、担がれるからの、これ回しに行きます。フェリックスが釣られている。時間を使って回しに行きます。こっち来るかな。これ回しきれたいな。どうかな。へそへそー、稼ぐぜ、頑張って。奥行く、どんどん奥行く。回ってる発電機はどんどん離れる。こっち追ってていいのかな。そやんね、追えないよね、ここ。あの奥までは追えないはず。そしたら向こう側の発電機が直っちゃうからな。とにかく発電機から離れる。で、ここにプレッシャーかける。戻ってきたらまたあっちに行く。この繰り返しで回りきるはず。オッケー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 。フェリックス回復したんでかい。全員負傷やとね、一気に行かれる可能性あるからな。ね、よっしゃよっしゃ、回りきる回しきる。オッケー、痛ぇまあしゃあないね。まあ釣られるわな、これは。うん、これは普通に釣られる。なかなかワンチャン、今のワンタンミーヒル返したら板倒しいけたな。いやけど今ならしゃあないね。さて、ミサイシブ警戒してくるかな。二人とも回復してるし、これは救ってもらえるのでは。で、DS 警戒してくれたらワンチャン、パークも生きる。これはいい試合。ナイスゲート開け？そうっすね。そのゲート開けは強い。あ、でも襲われる。襲われちゃう。そのゲート開け襲われちゃいます。開いてくれ！開かない。
だけどあの人が、おスプバいいな、いいね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 、いいスプバですね。戻ってくる、はいはいはい。で、あの人がゲート開けでプレッシャーを与えてくれて、ほらゲート開けるぞ開けるぞってやってる間にフェリックスが抜いてくれる。ダメか、ナイス抜き。で、ちょっと俺もう明らかに DSR かのような倒れ方しよう。引っかかってくれた、いいね、熱いね。DS ありますよっていう動きDS ありますよっていう動き、よし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 からのめっちゃ DS ありそうな動きからの、いやもう出てくれていいんやでねえ、めっちゃ DS ありますよからの、私勢力争いなんです。いいぞ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 。で DS を警戒したら何が起こるか、そう勢力争いが発動する。やったそして父の助言で動きが声消え、どこ行ったかもわからない。よし、よすぎ来ちゃいやー今のはハマったな、いきなりハマったな。初動でちょっとだけフリップフロップ溜まってたのもでかかった気がするし、いやーパップケージ感謝やね。パップケージもなかなか香ばしい構成をしてらっしゃるあ、ていうかこれアーカイブかね、この3つつけるアーカイブあったよな。